ローテだ。こんな時こそライザーベイトじゃないんですか。ちっちゃいライザーベイトどうよ。飛ぶし、ちっちゃいライザーいけ。うわ飛ぶ。おっしゃ、レーザーベイト来たよ。あー、バレたー。目はチビライザー来たのに、なんだよ。海用だけど、でこういうマイクロベイトを追っかけ回してるとき効くでしょう、これ。さあさあさあ、グラススピニングの円筒性能を生かして、ちょっと遠目でボイルしてるやつらを狙っていきたいと思いますよ。やつらは追い川を送っているようなんでね、どうでしょう。あっちでボイルだ。お手だ。あー、すっげえ、今の映ったかな。すごかったよ。いやー、すーごいね。いいとこ入れば釣れそうだよ、静かにやってりゃ。うわぁ、なんだよ。うわ、食った。よっしゃ、よし。おぉ、船が引っ張られる。おぉ、グラスいい曲がりですよ。いい、ほい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 。おお、サイズアップ。プラグだとサイズアップ。お、やってる。はい、 OSP のオーバーリアルで来ましたよ、ね、こんな感じで。このちっちゃくてリアルなシルエットが、まあ小ぶりだけどね、ボイルした魚に合わせて
これは気持ちで、グラスのスピニングならではの高菜じゃないでしょうか。いいとこにかかってる、がっつりね。針が1本だけど、あんだけのボイルだったらしっかりと、はい、こんな感じでグラスの竿で楽しんでみております。飛ぶからいいね。じゃあこいつは逃がしてあげます。もうちっちゃい極小プラグがやっぱ飛ぶっちゅうのかな。ボイルの時はそのガバガバってやってるとこに届かないとスタートしないからね。これはありがたい。まあ、もちろんソリッドティップのあの今時の新しい竿とかでも全然いいと思うんで、ただなんかこの全体でグイーンと曲がってくれてすごい安心感があるっていうかね。なんとなくね、魚のボイルする場所が特定できてる場合は、を待ち伏せしてね、やる気のない時は虫パターンとか木に吊るしてどうにか食わせて、でバカショコってね、ボイルしたらプラグ投げて合わせてという感じで狙っております。ほんとね、結構やっぱゴールデンウィークも過ぎて、前はすぐにスッと吸い込んでくれそうな魚もだいぶね、なんか警戒してるんですよね。うわ、やった、オーバーリアル63。よっしゃ出た、よっしゃ、いい出方した。うわ気持ちいい、これはいい竿がいい曲がりしておりますよ。今の出方は気持ちよかった。丸伸びですか、丸伸びですか。よいしょ、おサイズアップ丸伸び、あーありがてえサイズ、ずっぽし。はい、グラスでやっておりますが、ボイル待ちしていたらサイズアップ、こんなねつっぽり飲み込んでくれて綺麗な上流バス、いやー嬉しいね。いいとこかかってる、あーいい感じで吸い込んでくれました。ボイルで食ってくれるとね、ちょっとサイズアップ40近くあるね、ありがたい。虫パターンで釣れるとちょっと小さいのが食ってくるんだけど、ガバガバって追ってるやつの中にはちょっとサイズアップの個体が混じっているようです。じゃあありがとうさー。おお、船の下にガサゴソッと入っていった。はい、というわけで帰ってきました。最近ね、練習中のグラススピニングを使った釣りっていうことで、千葉県のとずらっぱらダムでいろいろと釣りをしてみたんですけども、これね、手に入れたばかりのワイルドサイドのグラススピニング 6.2 フィートで L パワーっていうことで、こういう今回ね、小型のプラグとかを P ラインで投げてっていうですね、こんな感じで使ってねっていう感じのそのまんまの使い方でやってみたところ、結構ね気難しい上流のバスを、順調に釣ることができたということで、でシマノのねコンプレックスちょっとハイギアのリールにこれ P ラインの1号ね、でこうリーダーをですね組んでいて、オルブライトノットでつないで、で今回活躍してくれたのがこの OSP のねオーバーリアル63ウェイクっていうルアーなんですけども、これに変える前も結構いくつかいろいろなね小型のルアー試してみたんですけども、いまいちね釣ることができなくて、どやと思ってですねこれに変えたところ、途端にですね高反応になってくれたっていうことで、去年買ってね全然使っていなかったので、ベイトのサイズがぴったりあったんじゃないかなというところと、あと泳ぎがねなんかこのものすごい
ローリングなのかウォーブンロールっていうんですかね、もうなんか見たことない切りもみのような動きでパタ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 って動くんですけども、結構これを入れた時だけツパーンとね魚が出てくれるっていう状況で、活躍してくれたんでね、このセットでねちょっと練習していこうかななんていうふうに思っております。でシーバスにも通じるところがあるんですけどね、結構これリーダーは太めでフロロカーボンの14ポンド普段ねワームの釣りとかで使っているやつをそのままリーダーにしたんですけども、虫の知らせというか、まあ、小型プラグ使うんで、で結構上流のバス歯が鋭いなっていうのをその前何匹か釣って感じたんで、ちょっと太めのリーダーを念のため組んだところね、最後のバスなんか結構丸飲みされたんですけども、安心してですね抜き上げることができました。で今帰ってきて触ってみたらね、やっぱ口元、口に入るところのこの根元のあたり触るとねちょっとねザラザラとしてるんですよ。ということでまあまあまあ準備しておいてよかったなということで、はい、ルアーはこんな感じなんですけども、竿ねこれかけてからがやっぱ気持ちよかったですね。まあピュアグラスなんでそんなに軽い竿ではないので、あと穂先も L パワーでグイングインに曲がるので、まあ、キャスト精度とかでいったら、まあ、カーボンのシュピッて投げる竿とかに分があるのかもしれないんですが、何にしろこうああいうボイルの魚ってあんまり乗らないなぁなんていうイメージがあるんですけど、今回はね結構な確率でフックセットまで持ち込めたんで、この独特な柔らかさが効いてくれたのかなというところと、あとね結構ねゴリ巻きでゴリゴリってねファイトしてるんですけども、竿全体が満月のようにグイーンと曲がってくれて、それで気持ちよくね船べりまで魚を連れてきてくれたなというところで、魚をねほんとかけてからねなんかバラす気がしないって言ったら大げさかもしれないんですけども、あとはもうテクニック云々とかじゃなくても竿の曲がりだけ信じて、であとはラインテンションだけ保ってれば釣れちゃうなね、こういう感じなんだなって、またねシマノのゾディアスとは全然違った感じの魚かけた後の感触というかですね、やっぱりねグラスコンポジットだとどこかちょっとシャキッとした感じがあってね、あと軽快だったりして、まあワームの釣りにもそれこそ使えそうなんていうイメージがあったんですけども、こっちのレジットデザインのですねワイルドサイドに関してはもうね本当巻物に特化した仕様なんだなっていうことで、まあちょっとねもう使い込んでみないと、なんとも語れない部分はあるんじゃないかなと思うんですけども、結構ね上流でなんか釣れそうで釣れないってね困っていた時に助けてくれたっていうことで、だいぶ信頼の一本になりましたんでね、このあとね亀山ダムの大会とかいろいろ続きますんで、そういったところで、どういう風にですね活躍してもらおうかなということで、引き続き練習の方は、続けていきたいと思います。まあねこんな感じで使って、ね、でなんか動画で確認すると太陽の光ね受けるとこのグラス特有のなんていうか綺麗なね、向こうが透けて見えるんじゃないかっていうような感じのこのカラーもね釣りをしていてなんか気分が上がるというか、気持ちよく釣りをすることができました。というわけで本日の釣りコー TV はですね、トズラッパラダムに行ってプラグの釣りでですねこのグラススピニング使ってみたら大活躍してくれたよ、ね、あとはね釣れたルアーは OSP の、オーバーリアル63ウィークだよ、ね、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。